地域猫。地域猫とは、特定の飼い主がいないものの、地域住民の認知と合意の上で、共同管理されている猫を指す。地域猫活動とは、地域の問題として、飼い主のいない猫を、住民やボランティア度が共同管理することで、最終的にそのような猫をなくすことを目標とした活動であり、管理実態によっては、飼い主のいる猫、または、 飼い主のいない猫として判断される。本校では、地域猫及び地域猫活動について記す。自治体や地域、団体ごとに、地域猫や地域猫活動の定義は、多少の違いがあるが、以下の点がポイントとなる。不妊手術や、地域などによる、数の管理、飼い主の没収などを利用して、最終的に飼い主のいない猫をなくすことを、目的とした、過渡的対策である。 その際にを通して、野良猫の繁殖を防ぐなどの手法が取られる。自治体によっては避妊手術のための助成金が出るケースがある。手術が施された猫は、手術されていない猫との判別がつくように、片方の耳に V 字の切り込みが入れられる。このことから、地域猫のことを桜猫とも呼ぶ。この猫の数を維持しつつ、地域の管理下に置き、猫はそこで一生を送る。 同時に猫を含む動物の息が動物の愛護及び管理に関する法律において禁じられていることを周知し新しい猫が増えるのを防ぐ必要がある。猫の飼育義務は家庭動物等の飼育及び保管に関する基準に記載はあるものの犬のように狂犬病予防法に基づいた経流義務や登録制度などが設けられていない。行政が 所有者のいる猫を無断で処分した場合、窃盗罪、占有利なつぶ横領罪、器物損壊罪に該当する可能性があるほか、民法の使用者責任に基づいて損害賠償請求の可能性や公務員の不法行為責任に問われる可能性を、横浜市職員で地域猫の発案者である黒沢康氏は指摘している。また、地域住民それぞれの立場や状況が異なることから、 地域の中で問題を共有し、人間の問題であることを理解してもらうことが、地域猫活動には必要とされる。その際に、不妊手術の徹底と、周辺地域で守られる、ルールの制定などが重要であることを、黒沢はべている。本校では活動の定義で挙げた、以外の効果について述べる。地域猫という定義のされていない単語や、成果だけが注目され、 餌やりの工程など猫を好む、側の自己満足になっていることが指摘されている。具体的には、餌やりを正当化する目的で地域猫を利用したり、自ら飼育できない猫を地域や住民に押し付けるケースが報告されている。中には賛成派と反対派の合意がないまま、進めてしまい地域の対立となるケースも存在する。東京地方裁判所の判例では餌を与えるだけで、 住民理解を得られない場合や管理活動を行っていない場合は地域猫活動とみなされない。また猫は屋外での生活でも4、5年ほど生き続けることもある。そのため地域の構成員が変わったために認識の際によるトラブルの発生や反発する人間による虐待などが発生することもある。そもそもの目的である頭数の減少は そもそも TNR 活動にかかる労力が大きすぎることが課題として挙げられている。地域猫活動はこれら猫の数を住民らが容認できるレベル以下に統制するという趣旨が理解されず近隣から猫を捨てられて猫の数が制御できなくなると活動そのものが崩壊する。対策として発見した場合の警察への通報や看板の設置などが挙げられる。2016年に 全国公衆衛生獣医師協議会全国大会で最優秀賞に選ばれた東京都台東区は捨てられた猫がカラスに捕食されるなどの実態をポスターを用いて説明するなどの対策を講じている。地域猫を虐待していたり、独自に敷地内に罠を仕掛けたりしているケースがあるとされ、事件として取り上げられている。具体的には毒殺が疑われる不審死のケースがあり、 これは、動物愛護管理法違反の疑いで警察による捜査が行われた。また、禁止療具であるトラバサミによって足を負傷した個体が保護されたとするケースは、鳥獣保護法、狩猟法違反の疑いで警察による捜査が行われた。また新しく地域猫活動を始めた結果、その地域にて動物虐待が行われていたことが発覚するケースもある。 2008年の調査では、猫の引き取り数や殺処分数の増減において、自治体の地域猫活動への支援が影響したかに、関して直接の影響は見られなかったが、地域猫運動の支援を行っている自治体の多くが4年度よりと経過年数が浅く、行政が地域猫活動に取り組んだ時期の影響も考慮する必要があると報告されている。欧米における 野生動物の保護を目的とし野良猫、または野生化したいエネコの数量削減を目指した TNR 活動において、アメリカ連邦政府野生動物生物庁 u s f i s h w i l d ド i f サービスは TNR の成功事例は一つもなく、虚勢しても野生動物現象に対し速攻性がない、と結論付けているなど課題が示されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。